スタンダール作前川健一役「パルムの総員その第3回第1章続きから路地橋通過の後弾丸でやられている立派なオーストリー士官から身長の素晴らしい黄色軟筋木綿の軍庫を失敬してからというものは点で衣類も思うように手に入らなかった。 彼の士官肩章は羊毛製だしラシャの軍衣はズタズタになったやつがうまく離れないように袖のところで二重に縫ってあるこれはまあいいとしてこれよりもっと困ることはその靴の底がこれもまた路地橋向こうの戦場で拾った帽子の切れ端で作ってあることだその上この側製の靴底はひどく目立つ紐で靴の 上側に結びつけてあるのだこの家の家父がロベール中尉の部屋に入ってきて公爵夫人と晩餐を共にされるようにと言い出した時にはいかなこの中尉も甚だ絶望的な困惑にとらわれざるを得なかった彼は部下と共に軍医を少し縫い直したり靴に絡んだ厄介な紐をインクで黒く染め直したりして まずその致命的な晩餐までの2時間を過ごしたわけだったがついに恐るべき時がやってきた。いやもう一生のうちであれほど気恥ずかしい思いをしたことはなかったよ」とロベール注意は僕によく言ったものだ。何しろ夫人たちの方じゃ僕が何か怖いことでもするように考えているんだしこちらはこちらでそれよりももっとビクビク震えているというわけさ。 僕はじっと靴を見つめながらどうすれば上品にうまく歩けるかその見当がつかないその上デル・ドンゴ公爵夫人といえばと彼は続ける当時その美貌の頂点にあったというべく君も何かで見たことがある通り目は素晴らしく美しくこの世のものとも見えないほど優しく濃いブロンドの綺麗な髪があの魅力ある顔を ウリザネ顔に浮かび上がらしていたものだ僕の部屋にはレオナルド・ダ・ヴィンチのヘロディアスの像があったが夫人の顔はそれにそっくりそのままさどうしたことか僕はその超自然的な美に打たれてものが服装のことなど忘れてしまわんばかりだった何しろそれまで2年間というものはジェノアの山中でただ醜悪なもの悲惨なものしか見ていなかったのだからね 僕は思い切って興奮したその時の気持ちを表現しようと少しばかり話しかけたものだだがもちろんそこはよろしくじりをわきまえていたのでいつまでもそんなお世辞を続けていたわけではない僕はおもむろに話題を転じつつ大理石造くめの食堂の中にいた一とちほどの重木と九児とに目を移した 「それがまたその時の僕にはそれを極めた衣装をつけていると見えたものだ」「まあ考えてみてくれたまえやつらは立派な靴を履いていることはもちろん銀の耳はさえぶら下げてやがるんだ僕は視野の端にこれらの連中がこちらの軍服は言うまでもなくおそらく靴の上までもじろじろ見ているに違いないことを感じていた」 僕は胸ふたぐ重いさもちろん僕は一言でもってこれらの連中を奮い上がらせ得たかもしれないしかしご婦人たちの感情を害する危険を冒さずに奴らを下に折らせるには一体どうすればよいかご婦人たちというもう一人は婦人もその後たびたび僕に繰り返していたように少しは気も晴れ晴れとしたいというので当時寄宿生だった夫の妹 ジーナ・デルドン号嬢を修道院から呼び寄せていたのだこの夫君の妹というのは後にあの美しいピエトラネーラ伯爵夫人となった人で逆境にあっては何人もその気迫と魂の明朗さに及びえざるごとく幸運時においては何人もまたその調達と愛すべき基地を凌がし得ないといった女性だった。 ジーナは当時13ぐらいだったろうがそれが君も知っている通り生き生きと新鮮にまるで18ぐらいかとも見えたその人も僕の服装を前にしてはつい吹き出したくなるのを恐れたのか少しも物を食おうとはしないのだ一方公爵夫人はまたこれとは反対に嫌に窮屈な定長というやつを押し付けてくれようというのだ 夫人はちゃんと僕の目の中にイライラした動きを見て取っていたに違いないのだ要するに僕はおよそ間の抜けた顔をしていたわけでこんなことはフランス人にはとてもできないことだそうだが僕は軽蔑をかみしめていたわけなんだだがふと天来の真意とでも言うべきやつが僕に巧妙を与えてくれた僕は列席の夫人たちへ僕の惨憺たる始末をぶちまけ あの陰鬱な老将軍たちが二年間にわたって僕たちを閉じ込めておいたジェノア山中の困窮話をして聞かせたんだ「あちらでは」と僕は言い出したあの国に通用もしない俯瞰紙幣を渡されますしそれから一日三オンスのパン切りでしたこんなことを二分間と話さないうちにもうあの善良な公爵夫人は 目にいっぱい涙をためるし、ジーナはひどく真剣な顔つきになって「まあ,あ注意さん1日3オスのパンですって?」と驚く始末さ「そうですお嬢さんそのまた配給がその埋め合わせと言わんばかりに1週間に3度もかけるのです」しかも僕たちの遮影していた百姓たちとなると 僕たちよりもはるかに惨めだったもんですからこちらのパンを少しずつ分けてやっていた始末なんですさていよいよ晩餐が終わると僕は公爵夫人に腕を貸しつつサロンの戸口まで来たがそこから急いでキビスを返すと僕は食卓の世話をしてくれた給仕へ一枚切り持っていなかった六フランの駅貨幣をくれてあった例の あれこれことその使いいいい道を思い描いていたたった一枚のやつをね「一週間もたって」とロベールは続けるフランス軍が誰一人弾頭台になんか書けないことが分かるとデル・ドン号公爵は湖も湖畔にあるグリアンタの上官から帰ってきた公爵は先にフランス軍の近づくとともに 若く美しい妻と妹を危険な戦争の渦中に残したまま惜しくもその上官シャトーへ避難していたわけなんだ彼の我々に抱く憎悪感というやつはまずその恐怖感と同程度のもので言ってみれば再現なしというところだったその人が特に儀礼を尽くしてくれる時のその青く経験そうなブクブク面は見ていてなかなか面白かったものさ 死がミラノへ帰ってきたあくる日僕は600万フランの賠償金の分配としてサンオーヌのラシャと200フランの金を受け取ったこれで僕も新規を回復したわけでもう舞踏会も始まっていたのでその家の婦人たちの騎士になったわけだったこのロベール中尉の物語はほとんどそのままフランス兵全ての物語でもあった人々は そうした律儀な兵隊たちの貧困を軽蔑するどころかそれに同情を持ち彼らを愛したのである「スタンダール作前川健一役パルムの総員その第3回第1章途中まで2021年4月9日。